スリープフリークス講師の大鶴です。今回はキューベースのトラックの作り方についてお話をしていきます。はい、ここにエンプティの状態のプロジェクトをご用意してますけれども、曲を作り始めるにあたってまずトラックを作っていく必要があります。トラックの作り方は上メニュープロジェクトからトラックを追加すると、追加するトラックの種類が表示されます。あるいはこのトラックリストのどこでもいいので右クリックをすると同じようにトラックの種類が出てきます。最初はいっぱいありすぎてちょっと迷ってしまうと思うんですけれども、まず2つ覚えておいてください。このオーディオトラックとインストゥルメントトラック、こちらから使っていくことになりますので、この2つを覚えておけば OK です。はい、じゃあまずオーディオトラックを作ってみましょう。クリックするとこのようにポップアップが表示されます。ここで作るトラックの数やステレオかモノラルか、またトラック名を設定することもできますけれども、今回はとりあえずそのまま作ってみましょう。続けてインストゥルメントトラックも作ってみます。同じように右クリックから今回はインストゥルメントトラックを追加、ポップアップが出まして、今回もとりあえずそのままトラックを追加してしまいましょう。はい、このようにトラックリストにオーディオトラックとインストゥルメントトラックがそれぞれ追加されました。実際に内容が入るとこのような見た目になります。オーディオトラックは音声の波形データ、それからインストゥルメントトラックは打ち込んだミディデータがマトリックス上に表示されるという形ですね。実はこの状態ですとオーディオトラックは音出ますけれども、インストゥルメントトラックはまだ音出ない状態です。それはなぜかというと、どの楽器で音を鳴らすかという音源を指定していないからなんですね。それではその音源の指定の仕方をご紹介していきます。インストゥルメントトラックのインスペクターの中のこの空きの部分、はい、インストゥルメントというところですね。ここをクリックするとインストールされているさまざまなソフト音源が表示されてきます。その中で今回はキューベースの付属のドラム音源 Groove Agent SE を選択してみます。はい、このように立ち上がってきました。詳しい使い方は別の機会に譲るとして、今回はとりあえず音が出るようにプリセットを選んでみましょう。はい、これでインストゥルメントが選択されて音が出る状態になりました。キューベースでドラムを打ち込んでいく場合には、まずこの Groove Agent SE をよく使っていくことになると思います。ついでにもう一つよく使う音源をご紹介しておきますと、はい、ここからもインストゥルメントを選べますけれども、スタインバーグのシンセの中に入っているハリオンソニック SE、 こちらはいわゆるマルチ音源と呼ばれるもので、パーカッションやベース、それからピアノ、シンセ系やあるいはオーケストラ系など、非常に多種多様の音色を選んで使っていくことができます。キューベースで曲作りを始めるにあたっては非常に頻繁に使っていくことになると思いますので、こちらも覚えておいてください。はい、トラック作成につきましては以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。